はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいな血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ですね、昨日のね晩にね、コストコで買ってきたチキン、鶏肉1匹丸々焼いたやつ、コストコで売ってるじゃないですか。売ってるんですよ。でそれを、電子レンジでチンして、それを蒸して、みんなで家族で食べようって言って食べたんです。でもそれね、やっぱ多かったんで余ったんですよ。で、まあ、昨日の晩余った後にですね、奥さんに、そや、あんた明日これでカレー作ってやって言われて、ん？ってなったんですけども、いや、これな、身をほぐして、いつも入れる鶏肉の代わりに入れてくれたらいいから、あとは普通のカレーにしてくれたらいいしって言われて、あー、そういうことねって言われて、今日はカレーを作りますということで、今日はカレーを作る動画ですなんですけども、まあ僕ね、その、まあ、口の中が荒れてて、ただれてて、まあ、歯も痛いし、食べられへんですよ、カレーが。まあね、じゃがいもとか人参、玉ねぎ、鶏肉もそうなんですけども、まあ、昨日の鶏肉もちょっと硬かったし、まともに食べれたわけじゃないんですけども、まあ、僕が食べへんから鶏肉も余ってしまったんですよ、結果的にね。でもそのカレーでさえも、柔らかいカレーでさえも、具材でさえも食べられへんし、でしかもカレーって刺激が強いんですよ、すごい。スパイスっていうんですかね、香辛料っていうんですか、口内炎の傷口にね、刺さるんですよ、めっちゃね。カレー好きのね、僕がね、食べられへんっていう、その悔しさがすごい今あるんですけども、自分食べられへんくせに作らなあかんっていう気持ちで今から作っていくんですけども、でもそのね、考えたんですよ。カレーを作る工程の途中で、まあ、最後にカレー粉入れるわけじゃないですか。でカレー粉入れる前に、ね、具材だけを取り出して、これミキサーでしたらまたトロトロになって食べれるんちゃうかなと思ってね、ちょっと今日はそれも途中で挟みながらやって、最終的にカレーを完成させていきます。では始めます。はい、マスクしました、ね、今からカレーを作っていきます。まず野菜からね、処理していきますんで、野菜を洗います。では今から切っていきます。あ、ちゃうわ、皮めぐらなあかんすね。めぐりたら皮むかなあかんすわ。ね、料理するときってこう地味な作業をね、こうちゃんとせなあきませんからね。前にも言いましたけどね、人参は胃腸の形に切ってあげたら、ああ、ミスる。胃腸の形に切ってあげたら、栄養がね、取りこぼさないんでね、いいらしいですよ。はい、これをチンしていきます。
この間に、メインの肉をこれねコストコのお肉でございますけども食べかけてるやつ食べてられへんかったやつっていうのをね今からバラバラにしていきます。骨から取っていきますよ。どうやって早く取れるのかな。早く取らないんですよ。いいんですか。はい、完成。はい、さあ、あとは、チン待ちでございます。玉ねぎが出来上がりましたので次はじゃがいも。その間に、いつも使ってるこのストーブの鍋、ストーブのね鍋、うちのストーブの鍋はね見るかな、鳥の絵描いてるんですよ。鳥の絵飴色になるまで。飴色になったら試しないじゃん。人参。ここらで肉を入れましょう。これ一匹全部入れますね。うわ入れちゃったよ。うわ入れちゃったよ。入れたで。さあここらで水を投入しましょう。1リットル、ちょうどいっぱいかな。よし、1リットル。はい、1リットル入りました。はい、チリップル来ました。よし、これで沸騰させよう。イエース。さあ、火が通ったところでここでミキサーの出番です。ほらミキサーでございます。これをここに今から入れていきますよ。お玉でまあね、少しだけね。よいしょ。もういいですね。確かにね、野菜も入れて。はい。よし。さあ、今からミキサーで混ぜます。ミキサーで混ぜます。おお、まあ想像通りにいいですけども。では味噌汁のお椀で入れていきます。あ、人参ができてない。スプーン。よしよしよし、では、いただきます。
た目はねこんな感じになっております。まあ相変わらずのドロドロ具合です。やっぱねお口が痛いので、で今後ねまたその免疫抑制剤が僕減ってきたらですよ、こういうのもね大活躍してくると思うんで、いただきます。あ、十分うまい。すごい野菜のうまみとお肉のあの風味味出てますよ。もうカレー入れんでもこのままなんかねシチューみたいな感じで食っていいんちゃうかなと思うんですけども、まあでもカレーをね生と言われてるんで、うん、うまっ、まあ十分や、取っとこうかな、取っとこうかなとか言うと思うね。うん、あ、すっごい美味しい。何これ、カレーのカレー入れる前のやつですかね。でもこれにあのシチューのルーを入れたらシチューになりますからね、よく考えたらシチューもカレーでいいか、カレーですね今日はね。まだ口の中の痛みがひどくなってないので、あのちょっと具材がねあのゴロゴロ残っててもまだ今は噛める状態です。よし、いい感じ。味見は大成功です。よし、ちょっと置いといてカレーのルー入れなきゃいけない。今日はね SB、美味しさギュッと溶け込むカレー甘口でございます。入れて火を止めているのがコツらしいですよ。入れて、よし、入った。で、混ぜます。お、ドロッとしてきた。これはうまいぞ。野菜のうまみ出ててもな、子供嫌いやからな、野菜うまいんやろうな、ほんまはうまいんやろうな。でもね、食べられへんすからね、僕悲しいことに。いつ食えるんやろう、ほんまスパイスのないカレー、その口が痛くないカレーやったらねいいんすけどね。自分で作った美味しいって思えるカレーを食べれないっていうのが、まあ、これから続くんでね。よし、完成。これで、蓋をして5分。弱火で5分、置いておきます。こんな感じで、カレーね、これ、うん、これはカレーのルーを入れる前の、やつです。肉とじゃがいもと、人参と玉ねぎを、茹でて、フードプロセッサーね、ミキサーで、ミキシングして流動食にしました。はい、っていう感じでございました。これね、子供に今日は食べさせたいと思います。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日のご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。